こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。あの、毒がなぜこうなったのかを紐解いていこう。さて、工業技術はかなりの高水準にある毒だが、今では軍事隊ほとんど運営されていないし、戦闘機になると旧型の戦闘機を使用しているスクランブルで、飛べるのは4機ほどだ。これは国の安全保障以前の問題となる。世界で最も優れた潜水艦を作り出した毒が、なぜこれほどの運営を、たったの6隻だけを保有とはびっくりするくらいだ。開発はされているんだが、ことごとく設計ミスで運用されていない。潜水艦が、今は、ゼロ稼働とは、本当に驚きを隠せない。しかし、最近開発された新型潜水艦が毒にはあったのだが、それも現在運用できていない。斬新な潜水艦を設計 AIP 搭載潜水艦で1830トンと小型になる日本の、そう、旧型潜水艦よりも小型になる。それと乗員がなんともすごい少なく、27名とかなり少なめの運用が可能とは、かなり隊員の確保がいらない状況になっているだが、これが動かないのでは仕方がない。第二次世界大戦は言うに及ばず、その後のアメリカとソ連の冷戦時代にも、両陣営の狭間にあって東西に分割されていたドイツは、かつては陸軍を中心に、着実な国防の戦力を保有していた。しかし、近年、このドイツの軍備に対して漏れ聞こえてくるのは、冷戦終了後に軍事予算を削減し続けた結果、考えられないほどの兵器稼働率となってしまった驚きの数字の数々だ。例を挙げれば、陸軍の場合なら、レオパルト2戦車は、保有数244両中で、稼働可能なものが、68両とも95両とも言われ、歩兵戦闘車のプーマも、284両中で、67両のみの稼働率だと報じられた。また、空軍の主力戦闘機であるユーロファイターも、保有する128機中で飛行可能な機体は、なんと4機しかなかったとも報じられ、軍関係者は、これを10機だと笑えない訂正をしたとも言われる。こうした傾向は海軍でも同様であり、かつての U ボートでも知られるドイツ海軍連邦の潜水艦も、保有する6隻のすべて艦が一時的ではあるが、すべてが使用不可能に陥ったとも伝えられた。大陸国家として比較的近海の沿岸部のみを行動範囲としている現在のドイツの潜水艦は、排水量こそ2000トンに満たないとはいえ、非対機依存型の機関を備えたものだけに惜しいと思える。これら陸海空軍すべてにおいて、深刻な兵器稼働率の低下を、ドイツが招いているとの報道は、そのあまりの数字の低さに、にわかには信じられないと思う方が、大多数を占めるだろう。しかし、第二次世界大戦後には、東西の分断国家となっていたドイツは、ベルリンの壁崩壊を経て、それに伴う、ソ連崩壊と新生ロシアの一時的な弱体化から、軍事費を削減し続けた経緯があった。このと、心のクリミア問題などで、再び軍事的脅威となっている。ロシアへの対抗上、アメリカや他の EU 諸国からの軍事費増額要求にもかかわらず、現メルケル首相は、その消極姿勢を崩していない。現在、
ドイツの経済力は EU の中でも群を抜いており、日本などから見れば軍事費の増額はさほど難しいことではないようにも思われるが、軍縮に慣れた方向性からの転換は容易ではないようだ。アメリカのトランプ大統領だけでなく、NATO 各国からも軍事費の増額を要請されているドイツの現状は、行き過ぎた削減を回復させることの難しさを物語っているとも言えよう。また、ドイツにおける軍事予算の削減の爪痕は、回りに回った末に、逆に最も意図していなかった高額なコストとなって、跳ね返ってきているとすら感じられるものだろう。これは、運用中であるトーネード攻撃機の寿命を、今後あと10年延ばすのに必要な費用が1機あたり約120億円にも、脱すると報じられたもので、確かにこの額ならば新規購入に相当すると言える。そもそもドイツ自体はメンテナンス等まで含む運用コストが高価だとして、このトーネードの代替機種の選定にあたり、早々と F-35 ステルス戦闘機をその候補から除外した経緯がある。これはあくまで日本の調達機体数に準じたものであり、かつメンテナンスや A 型、B 型を含めた概算費用ではあるが、1機あたり約116億円という額を考慮すればなおさらだろう。ドイツの航空機には、NATO 加盟国として核兵器の運搬を担う要件が必須となっており、その意味でもすでにそれを満たすことが認められている。機体である F-35 戦闘機は最有力だったはずだ。この意味において、周辺の NATO 加盟国であるイタリアやオランダ、ベルギーなどが F-35 戦闘機の導入を決定したことに比して、ドイツの選択は決して賢明な判断とは思われない。さらに言えば、ロシアからの新型対空ミサイル S-400 を購入したことで、アメリカが輸出を停止されたトルコ向けの F-35 戦闘機が中に浮いているとの指摘もあり、そちらに舵を切る方が早いと思える。このトルコ向けの F-35 戦闘機の機体数は最大で100機にも上るため、導入時期、数量の両面から、ドイツにとっても大きなメリットがあるのではないかと傍目には感じられる。しかし、一旦否定されたドイツにおいて F-35 戦闘機が導入される可能性は低く、それどころか現行のトーネードの運用を合計で20年余り引き延ばすとの見方も出てきているようだ。この場合にはもちろん、トーネードの保守費用はさらに上積みされることになり、開発ロットの進展に伴い調達価格が下がってきている F-35 戦闘機の費用対効果は高まる一方だと考えられる。こうなると第6世代戦闘機の計画をフランスと進めているドイツは、その導入となる2040年前後までかなり旧式な航空機戦力に多くの予算を投じることになりかねない。ドイツのこの今の置かれた現状を見るにつけ、一度極端な方向へ進んだ組織や装備を立て直すことは、非常な困難が伴うことを示唆するものだと言わざるを得ないだろう。